今ね、ベネウにいます。今日はね、アティラウまで多分移動します。9月4日です。のおかげでちょっとドロドロです。523キロ走ってまだこれだけ残ってます。やっと普通に95が入れられます。嬉しいです。同じガソリンスタンドにこれが止まってます。です。バイバイ。パンク修理中です。ガソリン入れるところまでなんかフロントがおかしかったんでじわじわ抜けて、まあ、ちゃんとやってくれてますのでいいと思います。パンク修理終えたとこです。途中で飯行こうと思ってたんだけどパンク修理してたらお昼になっちゃったんで、なんかすぐそばにないって聞いたらもうそのうちこのパーツ屋もパーツ屋と修理屋のそばの2階が飯屋だってことで作ってもらいました。これでやっとベネウからさよならです。飯も食いました。ミッションが壊れてしまいました。多分これで旅終わりです。トップで走ってたら突然ガガガガつってシフト、もうロック、ミッションの中がロックして動きません。ちょっとガチャガチャいってるけどね。エンジンは普通に回るんですけどダメです。チェーン外してそこの街に入ります。アティラまで行ってね、なんか考えます。300ドル払ってアティラまで移動することになりました。積んであるところ、はい、移動を始めました。村から出るところです。400キロ弱あります、はい。カザフスタンの広さ感はすごいね。白っぽい湖が見えるんですけど、まあ、ほとんどあれこれ塩ですね。今日は9月5日です。アトラウの、ホステルに泊まっています。どうしていいかわかりません。
バイクはこのように下に置いてあります。チェーン外して、まあここ敷地内んで問題ないんですけど、